完璧だわ。これは今日一の出玉になりますね。ということで2連続で200枚プラスボーナス。おはようございます、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ゾロ目、おはようございます、お願いします。111番での入場です。ジャグラーとかが埋まってるから結構選べると思うんだよな。いやすげえわ、マイジャグ全部埋まってるもんな。全部かわかんないけど、いやまあ 6.5 とかが無理なのは分かってたけど、いやイニディも無理、バイオも無理、シンフォギアも無理、ちょっと予定崩れちゃったな。デビルメイクライにするか。よく打ってくれって言われるんで、デビルメイクライからいきたいと思います。はい、セブンズ TV をご覧の皆さん、おはようございます。東西怪盗連のゆとりです。本日は東京都板橋区にございます、こちらマルハン大山店さんにて、オレンジオレンジとは、オレ流のうちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。ということで早速回していきたいと思います。本日もよろしくお願いします。デビルメイクライ5、ほいじゃあいきます。抽選人数がだいたい350名くらいで、そんな中は私は111番と、で抽選人数を言ってる間に行われたこの謎の特化ゾーンみたいなやつ、デビルブレイカーってやつを4つゲットしたけど、確かこれ4つはめっちゃ良かったはず。俺1回だけ打ったことあるんだよね。でしかもその時ね、5、6000回転回してるから、ふんわりどういうことが起こるかは分かってる。このバトルは勝つと何があるんだっけな。でまあしっかり倒したけど、まあこれ倒すとレベルが上がるよね。でここのレベルが上がるとチャンスゾーンでの継続率がアップするみたいな、そういう感じだったはず。はい、ということで C ランクだったんでレベル9アップだね。で俺これ打ったことあるって言ったじゃん。ちょいプラか普通に負けたかどっちかだったな確か。あんまりいい思いではない。何よりもね、デキリ感を感じたんだよなこの台。こういうバトルのところは全然自力感はあるんだけど、チャンスゾーン、いや継続率があって、それでモンスターを5体倒しましょうみたいな、そういうチャンスゾーンがあるんだけど、そのチャンスゾーンがねかなりデキリ感を感じる仕様だったからちょっと嫌になっちゃったんだよな。はい、ということですんなり倒しました。 B ランク順調にレベル上がってくね。であと俺ね、この人にめちゃめちゃ似てるって言われるわ。 V って人かな。さあということで、まず1周決め 56%、 全然たまんなかったね。いったね、ナイス 56% で、これで AT 確定じゃないんよ。まあ、ワンチャン確定するけど、はい、お確定したわ。これは設定差があったはず。ここに来てちゃんと調べるわ。今完全に記憶ベースで打ってたけど、これはねいい挙動。あれごめんなさい、設定差ないかも。設定差とか全然書いてねえわ。シンプルに AT 期待度 30% って書いてあるわ。まあでもとにかく AT だからね。投資4000円、117ゲーム、 56% で AT はうますぎでしょ。でこれ対応薬があって、対応薬をこのゲーム数以内に引かないとこの人たちは離脱してしまうよっていう、そういうやつ。その間に頑張って上乗せさせましょうねみたいな。まあとにかく子役引かないと終わりで、ここはねしっかりガチ感があるわ。いいね。そしてここに来て追加投資、投資5000円になりました。はい、あー残念、これで V は退場と。で次ゲームでリプレイ引かないとネロがいなくなっちゃう。ワンチャン OK、 これはうまいね。どっちもということで60枚乗せでした。でこの AT 中はここのデビルカウンターのクレイジーを貯めていくとあのバトルができるわ。でここもねなんか1回目はすぐバトル行くんだけど、2回目から全くバトル行かないみたいな、そんな記憶があるわ。さすがにバトルあるか。はい、 OK、 来ましたね、スペシャルデビルタイム。これがまあさっきのやつ。ほいじゃあ行きましょう。もう残り枚数ないんで、ここで200枚乗っけてなおかつボーナスいかないと
終わりだ。まあ大体こんなもんよ。あのバトルでボーナスまでたどり着けないと出ない。たどり着いてようやくスタートラインみたいな感じだったはず。さあということで238枚でした。終了画面見よう。うん、基本パターンでした。でここのステージもあるんよ。あ、ダンテ&バージルだよねこれ。間違いないわ、これ設定1否定です。いいね、オッケー。立ち回り的には完璧そう。はい、ということでデビルバトル 71% まで上げました。だいぶいいんじゃない。 71% オッケー。ここも AT でお願いします。いやーダメだったね。でこれはボス連戦、マックスで7体倒さなきゃいけない。お、赤文字、いつも赤文字なのここ。そこはさすがに覚えてないわ。はい、お、すげえ飛ばしてくれたわ。このショートカットだと何体か飛ばしてくれる可能性があるんだけど、ミッション6はものすごくねえか。どんなに多くてもあと2回ボス倒せば AT 確定で、しかも俺は今 71% 撃破率を持ってるからね。はい、 70% OK。 もうここで AT でいいぞ、もういいぞ AT で。あ、なんか AT 多くない。はい、うん、ファイナルミッションマルファス確定しました。かなりいい感じなんじゃない。ということで AT 確定、まあ、ワンチャンボーナススタートもある。まあほぼほぼ AT スタートだね。141ゲーム持ちこいんです。そういきましょう。これが難しいんだ。おっと、これはレア役。はい、はいはい、3人いるときに引きたかったな。お、いい音が鳴ったけど。はい、なるほどね。まあでもレア役を2回引けたからだいぶ頑張れたね。100枚。あのバトルがめちゃめちゃ得意な人だったらデビルメイくらい負けないわ。かなり難易度高い、あれめっちゃ難しい。まさかのバトルなしで駆け抜け。ということで267枚、これはデフォだったね。ということで 64% で、とりあえずこいつはもう撃破確定、ロックオン中なんで、これで AT だったらマジでいいんだけどね。奇数番号のボスは一応チャンスなんよ。はい、 OK、 言った通りでしょ。ということで372ゲーム、投資増えてます。投資がぴったり1万円。うわ、今回はめちゃめちゃチャンスだね。10ゲームと8ゲーム2人、これでボーナスまでいけなかったらもう才能ない。ちょっと次ダンテを救わないと。うわ、あ、まだ大丈夫だ。早くダンテを救わないと。うわ、ダンテ何にもしてないのに1ゲームを抑え、こういうことがよく起こるこの台は。いやマジか、こっから V と頑張っていかないと。俺似てるってよく言われるし、頑張っていくわ。一心同体。おっと、あ、コンボとかありましたっけ。いいね、あと2回ベル引けばボーナス確定だわ。これで終わるのが一番ありえないわ。残り20枚よ。うわ、今これが起こってなんで打たなくなったのか思い出したわ。ものすごい乗ってるはずなのにストレスが溜まるよな。嬉しいという気持ちよりもイラッとする気持ちの方が勝ってしまうんだよな。おい、オッケー、まだ169枚あるからね、行きましょう。んー、さっき倍近くあってできなかったからな。これは正直レア役偏らせないと。おいおい、行ってるそばからレア役。そう、レア役引くとね全員リセットされるからうまいんよ。かなり調子いい。んー、ダンテはいなくなってしまった。いやでも正直想像以上にすでに乗っけられてるわ。赤文字、これレア役じゃない、完璧すぎる。うわ、強制でいきなり勝ったわ。100枚乗っけたってこと。さっきのミス帳消しにできたわ。赤7の方が偉い。うん、オッケーオッケー。まあ、ボーナス中はさっきのバトルをストックさせましょうっていう、そういうボーナスだね。ストックはなし。そしてこの終了画面先に見させて。はい、基本パターンです。そしてボタンが出てきたんでストックしたわ。最低保証とかなんかな。また200乗せやっちゃいましょうか。はい、スペシャルデベルタイムいきます。残り326枚、かなり調子いいね。
ワンチャン感想も見えんのか。いやめちゃめちゃ強い今日。10ゲームスタートとか俺の記憶だと全然なかったわ。初打ちした時10ゲーム8ゲーム10ゲームってあって40枚しか取れんかったわ。これはデビルメイクライの才能ありません。できることならカットしてほしい。まあでもこれでとりあえずこの AT は600枚以上は出るね。なので、まあ、プラテンは確定したと。はい、おー、いったわ。絶対無理だと思ってた。残り162枚。うわ、めちゃめちゃいいわ。200枚チャンス、素晴らしい。ここでチャンス目は天才的。ベル欲しいな。どうだ、オッケー、完璧すぎる。これ200枚いけそうだな。ただ一番強いダンテがやばいわ。ナイス、リプレイだ。ベルが中断なら あと90枚。8ゲームと12ゲームならマジでワンチャンあるだろう。ベルが上段に止まってくれれば、うわー、いいね、ナイスレイアク。50枚、あと3回攻撃できればボーナス。いやもうここまで乗せちゃうとボーナス引かないとストレスが溜まって終わりだぞ。はい、お、フリーズしとる、完璧だ。オッケーオッケー、これで200枚乗せプラスボーナス確定。1000枚超えましたね。うわ、しかも赤なのだ、うますぎ。オッケー、なんとかストックしたな。残り3ゲームだったわ。ということでストックは1個。そしてこの画面は絶対何かのさ、デフォルトではない。うん、デフォルトだったわ。ストックをするとこいつが出てくるらしい。741枚。ということでスペシャルデビルタイムいきましょう。50枚のせい問題ないでしょう。さあ残り100枚、ここで200のせできれば感想見えてくると思う。こいつはひでえや、久々のバトルだったのに。10枚、オッケー、ギリギリ200乗せなきゃ終わり。うん、ワンチャンある。残り6枚。うわ、マジ、え、いきなり倒したわ。まだ60枚しか乗っけてないのに倒してなかったわ。フリーズしたからもうボーナス確定なのかと思っちゃったわ。あー、びっくりした。まあでも70枚乗せうまいわ。よく一人で頑張ったわ。130枚。いや、想像以上に出てくれたな。1331枚。こんな出るんだね、この機種。女性集合、高設定さ、いいね。これでしっかりプラスだね。今800枚くらいプラスか。好き嫌いせずに座ってよかったわ。うん、駆け抜けたわ。232枚、また駆け抜けてしまったわ。233枚、498枚、249枚、駆け抜け。バトルなかったわ、まあ、ボーナスでストックできなかったのが悪い。479枚。どうしてもバトルでうまいこといかないな。328枚。うーん、恵まれたスタートだったんだが伸ばせず。426枚。うーん、上乗せはなし。なんか写真2枚あるけど。設定3否定、 OK。 2か4頃ね、もうどっちかだ。赤7だとね、レア役以外でも現実的にストックできるような数字だったんだけどね。写真2枚出てきたわ。これ多分設定示唆系のはず。設定2否定4頃だ。まあでも正直そんな気はしてたわ。あまりにも一周決めで当たるから 1,2,3 否定して4,5角と。ワンチャン6あるんじゃねえのかな。いや全然6あるんじゃない。これここで行ってくれたらもう助かる。助けて、うわ、 OK。 いやー危なかった。600ゲーム、ちょっと天井意識してたわ。1500枚くらい持ってると思います。むずすぎるんだよな。30枚。まあでもコンティニューオーブ1個持ってる状態なんで、一応もう1回バトルができます。さあここでコンティニューオーブ使います。コンティニュー、もうここは確実に200取んないと終わりだ。200取んないと終わりなのに。1ゲーム遅いけどまあいいか。よし、50はでかすぎる。おお、あと30枚だったのに。170枚。いやすげえ乗っけられてんのにね、がっかりしちゃうんだよな。あそこまで行くと100枚くらいが一番ちょうどよく喜べるかも。どうだ、オッケー、よしよし、繋がってくれたね。残り101枚。これが難しいんだ。もう未来予知するわ。30枚で終わる。いや、よく頑張ったわ。
70枚乗せ。170枚乗せた方が嬉しいはずなのに、70枚乗せの方がホッとしてるもんな。変な騎士よ。お、最後の最後で扉、これいったんじゃない。よしよしよし、ここでボーナス取れれば1000枚いけるわ多分。それが難しいんだけどね。いや、ワンちゃん生まれてる。せっかく10ゲームだったのに。でもダンテが頑張ってくれてるわ。驚異的な粘りだな。え、ダンテさんすごい。もう1人で80枚持ってきてくれてる。他の2人も同じくらい仕事してくれてればもう200枚超えてんのに。おお、フリーズ。さあ何枚だ。30枚。相当取れたわ。110枚。はい、またしても残り枚数少ないけど、なんとかつながったわ。残りが多分10枚くらいじゃない。868、残り28枚。いいよいいよ。いやーダメか。ナイスレア役。ほい、追加。ナイスフリーズ演出。これ一体何の抽選なんだろうな。規定ゲーム数とかかな。結構継続した時に来てる気がするわ。50枚はうまい。まあ頑張ったよ。120枚。200枚が遠すぎるな。よし、これはいったね。今回はバトル突入率がいいな。行きましょう SDT。 残り22枚。いい加減ボーナスやりたいぞ。ああもうこれは大丈夫。これで200枚いけなかったらもう打たない方がいいわ。おっと、コンボ発生してるわ。どういう条件で発生するんだ。稀に発生してくれる。ナイス50枚。ブイベルばっか揃うな。ナイスリプレイ。できればダンテも救いたい。あー、ダンテさん仕事せずにいなくなっちゃった。オッケー、ブイが仕事するね。いいね、似てると言われるだけあるわ。マジ。よし、あと40枚必要だけど、12ゲーム持ってるからね。5、6ゲームの時でも40枚くらいは乗るんだから。プラス20はでかいよ。これいったんじゃないか。うん、うわ、いってるわ。ナイスフリーズ、なんとかなったね。これで200枚到達。久々に1000枚超えるな。青7か、まあいいでしょう。おーっと、パネルショートしてるわ。今のリプレイからだね。ゴー。この AT で完走しよう。1000枚超えの AT、 今日ようやく2回目。これやっぱさ、俺がバトルが苦手すぎるだけなんかな、それともこんなもん。俺が初打ちした時は1000枚超えた記憶はないわ。はい、ということで797枚でスペシャルデビルタイムストック。ほい、よっしゃ、スペシャルデビルタイムいきましょうか。どうだ、いいね。もう一丁200取ろう。まだ158枚残ってるからね。ここめっちゃ大事。いいよいいよ。ダンテさんまだいてほしいな。100枚まではいてほしい。あー、いなくなっちゃった。ベルがいいな。おっと、レア役ならなおよし。100乗れ。あー、50枚。いいよいいよいいよ。今回かなりうまいな。オッケー、オッケー、オッケー。よしよし、あと30枚。もうそろそろフリーズするあの上乗せが起こってもおかしくないはず。完璧だわ。これは今日一の出玉になりますね。ということで2連続で200枚プラスボーナス。さらに昇格して赤7確定。おい、ここで2個くらいストックできたら最高なんだけど、頑張りましょう。心臓に悪い告知いくわ。うえぇうえぇうえぇ。いや、このボーナスはね、衝撃度が高くていいわ。うん、ということでストックは1個、1050枚。さあここでもう一発200枚取れたらかなり現実的に完走できると思う。でもこの数字はかなり現実的に200取れない。やっぱ10ゲームのやつが1人はいないと無理だな、無理だなと思ってたらいきなり50乗っけたわ。いやでも厳しいよやっぱり。なんかうまいこと言ってるけど、いやでも厳しいよ。おいおい、チャンス目引いたぞ。
もう一回レア役引くようなことがあれば話変わる。いやいいとこまで行ったんだけどね。140枚、これはもうシンプルに嬉しいわ。そんくらい無理ゲー。残り458枚、もう2回くらいはスペシャルデボタイムできるでしょ。あの特化ゾーンストレスもめっちゃ溜まるけど面白いわ。まあ、正直他がねあれだから、あそこが面白くなかったら終わりなんだけど、はあ、感想いけるかなと思った途端にこれ天井ね。おい、まあ、天井まで行ったとはいえまだ251枚残ってますから、ここで200、はいはいはい、こっから気合い入れてくぞってタイミングで電池切れとはね、縁起悪いわ。全部ロックゲームだし行くぞ。これはしょうがない、これもしょうがない。ネロがかなり頑張ってくれてる、頑張りがすごい。いや、いけるぞこれ。いやー、マジ？あー、終わってしまった。でもようやったわ、全員6ゲームの状態から140枚。これで1700枚出ることは確定したのか。マジで完走いけそうだな。 OKOK、 俺もうこれは完走いけると思ってるわ。あー、もう完走したがっちゃってるわ。1700枚確定してて、でこれで200枚取るじゃん、でボーナスでしょ、1900枚でしょ、うん、もう絶対いけるわ。とりあえずパッド200枚取ります。リプレイ欲しいね。 OK、 ベルかな、この無敵感もう絶対完走するわ。わかる、ここでスイカはうますぎるでしょ。完走する人間はねこんくらい当然にやるのよ。はい、宣言通り200枚達成。演出キャンセルしちゃったね。よっ、ここで赤7来ちゃうんだよな。 OK、 6号機特有のもう完走しますよモード突入してる気がするわ。何が起ころうとも完走させますという強い意志を感じる。ということでストックは1個、これ確か設定3否定だったよね。1596枚、はい、行きましょう。もう台が完走したがってるからおそらくかなりいいゲーム数が選ばれるはず。ほいほいほい、うん、まあぼちぼちでしょ、10ゲームもあるし。俺ってかなんか変身してるよね。お、エンタライオン出てるわ。これは完走確定ってことでいいのかな。はい、やりました。いやー、完走どうやってやるんだろうなって思ったけど、うん、これ完走確定じゃねえや、最強特化ゾーンだったわ。こんなとこで最強特化ゾーンやらされても。1セット5ゲームで 98.8% 継続らしいわ。完走するから来ましたよってことでしょ。ほい、じゃあ行きましょうか。 98.8% 継続の特化ゾーン、バーチャルバトル、はい、まずは継続。これ完走するまでずっとこのバトルを見てるってことでいいのかな。おい、エクストララウンドバースオブブイ、似てるか俺と。あんまり似てないと思うんだけどな。似てる？いや、この人じゃないけど。おお、これで、あ、エンディングだね。正直マジで負けないバトルを見てるだけだったわ。ドキドキもなかった。スモーキンセクシースロッターらしいわ。スモーキンなことは自覚したけどセクシーだったんだな俺。今度からセクシーさも自覚して生きていくわ。なんかすごくいい話っぽいけど俺デビルメイクライやったことないからよくわかんねえや。はい、ということで2406枚完走いたしました。これで持ち玉3600枚になりました。もちろん続行します。5000枚以上のプラスにしたいな。やめるわ。3体目まで行ってるけど、3体目一応チャンスって言われてるけど、この後ハマっても嫌だし、まあ時間も9時15分なんでここでやめたいと思います。おそらくやめ時も完璧ということで流してきます。はい、ということで流してきました。投資が1万円、46枚貸し出しのお店なので460枚投資、そして回収がこちら2991枚なのでプラス2531枚です。じゃん、解消ということで勝利の店内状況いきたいと思います。店内状況、まず私の台がこちら、はい、こんな感じのグラフですね。
ここが乾燥したとこ。いや素晴らしい、これぞ高設定って感じなんじゃないですか。設定示唆的には 1,2,3 否定しか出てないですね。だからまあ四五郎のどれかなんですけど、まあこんだけ出たんだから6じゃないですかね。現在の別積みが宿命とカバネリとバイオハザードが別積みされてますね。ただ結構ね別積みしてる人も流し出してるんだよね。はい、ということでバイオハザードこちらがこんな感じのグラフで、当日最高2800枚で、まあ、プラス領域にいます。そしてこちらの台が当日最高4300枚。さあそしてこちらが北斗の宿命、こちらも別積みしてる台ですね。6000枚プラっております。さああとギアスがこちら4箱積んでますね。もう当日7000回転回ってるんで、おそらく設定もいいんじゃないでしょうか。当日3400枚出てますね。そしてお隣のこのスバがものすごいいいグラフで7000枚近く出ていますね。6700枚。さあそしてこちらの麻雀物語5が当日最高4400枚。はい、そしてこちらセイントセイヤ冥王復活が当日最高4400枚。あ、でも結構飲まれてますね。これはどうなんでしょう。はい、そしてこちら番長ゼロ、こちらもう空いてるんですけれども、こんな感じのグラフで当日最高2500枚。はい、そしてこちらも番長ゼロですね。こちらももう空いてるんですけど当日最高5900枚。そしてこちらの台が今現在稼働中で当日2800枚。はい、そしてあとこちらの番長ゼロもただいま稼働中です。当日最高4400枚。番長ゼロは8台中5台プラスかな。はい、あとこちら絆2ですね。当日最高が2900枚で、まあ、2000枚くらいプラスなんじゃないですかね。さああとこちらポツンとあるオスサラリーマン番長2、こんな感じのグラフでほぼほぼ3000枚プラスって感じかな。そう、このお店はね9時くらいになるとめちゃめちゃ開くんだよね、もう高設定でも。さああとこちらが別積みしてるカバネリですね。当日最高4800枚。そしてこちらシュタインズゲートが当日最高5100枚。はい、あとこちら赤メガキルですね、当日最高3100枚ほど出てて、もうこれも高設定なんじゃないですかね、グラフ的に。さあそしてこちらが前編後編、当日3600枚で現在3箱半ですね。はい、こちら32-37で116分の1、こちらマイジャグです。あとこの台もめっちゃ良さそうなんですけど、ちょっと合算わかんないですね。35-36です。はい、こちらこのような感じで、35-20ですね。合算129分の1、ありがとうございます。はい、そしてこちらファンキージャグラものすごい出てる、44-22、当日5000枚出てますね。合算100分の1。はい、あとこちらのファンキージャグラもジャグ連中なんですが数字は良さそうです、19-29。そしてお隣のジャグ連中のファンキージャグラも36-25と、そしてさらにお隣のジャグ連中のファンキージャグラも33-25と。はい、そしてこちらアイムジャグラーが41-19で127分の1。そしてお隣ジャグ連中なんですが40-27ですね。はい、あとこちらもアイジャグですごく良さそうです、31-32。そしてこちらアイジャグ41-19で128分の1。はい、あとこちらもアイジャグ36-30で113分の1と感じです。以上店内状況でした。お疲れ様です。ということで実戦終了、デビルメイクライ5で解消。結構食わず嫌いしてたんですけど、高設定だと面白いわ。そう、チャンスがものすごい多い、まあ、ただ一発でものすごい脳汁が出るみたいなことはない。持続して気づいたら乾燥してるって感じだったんで、まあ今はね 6.5 号機があるんであんまり優先順位は高くないですけど、まあそれこそね抽選悪かった時とかに、まあまたちょっと座ってもいいかなという感じでした。ということでバッチリと高設定も積もってきっちり勝ってしまうセブンズ TV 最新スケジュールはこちら、よろしくお願いします。ステッカーもお配りしております、ぜひもらいに来てください。ということできっちり高設定積もるなんてやるじゃない、しかもその高設定のポテンシャル完璧に引き出したね、さすがだわと思った方はチャンネル登録をして、また高設定のポテンシャルを引き出す動画世に出しますので、そちらの動画をお楽しみに。そして V に似てるねって思ったら高評価の方よろしくお願いします。あんまり似てない気はするんですけど、はい、似てると思ったら高評価の方よろしくお願いします。ということでまたセブンズ TV の動画が上がると思いますので、その時は皆さんよろしくお願いします。本日はお疲れ様でした。